鏡、珍しい。はい、長崎のお客様からのいただき物です。ふーん、ソージー、てめえいい加減にしやがれ。似てる、ここのシワが特に、ここのシワ。お、沖田さんたら。おお、そこに飾ったのか。あ、土方さん。どれどれ。なんだこりゃ。ソージー、てめえの仕業か。って、どこ行きやがった。ソージー、てめえ、いい加減にしやがれ。天霧、何でしょう。カステイラというものを食ったことがあるか。いいえ、何ですかそれは。何やら巷のゴミどもの間で最近流行りの甘味だそうだ。そうですか。下等な生き物が食して喜ぶようなものだ。どうせろくでもないものだろう。そうかもしれませんね。そのカステイラだがな。食べたいのですか。そうは言っておらん。買ってまいりましょうか。いらぬ。しかし。いらぬと言っている。店が閉まる。行ってきます。お茶受けのコンペイトどこに行っちゃったのかな。沖田さん、何やってるんですか。し、静かに、千鶴ちゃん。今いいところなんだ。いいところ。土方さんが寝てる。それコンペイト。それって何やってるんですか沖田さん。何って、土方さんの安眠を妨害せずにいくつコンペイトを当てられるかという遊びだよ。それ十分安眠の妨害ですよ。それ。あ、ちょっと。それダメですって。もうそれやめて。てめえら、さっきから人の部屋の前でうるせえぞ。土方さん危ない。全部拾っとけよ。散らかしたのは土方さんじゃないねえ。うるせえ、いいから拾え。